ゆっくりゲーム資料館へようこそ。ここは我々が集めたゲームを自由気ままに展示するスペース。お題は無料なので、ゆっくりしていってね。ピンボール。この古典的なアーケードゲームは、1950年に現在の姿が完成されたそうだ。またいち早く電子化の道を進み、73年にはシカゴコインによって、TB ピンゲームというアーケードゲームが登場している。そしてブロック崩し。こちらは76年にあたりによって開発されたよ。こちらも大ヒットを記録し、当然多くのクローンを生み出すことになる。今回はそんな二つを掛け合わせた、夢のゲーム機を見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。アタリ製造のビデオピンボール。こちらは77年に発売されたんだけど、ここの名前がピンボールブレイクアウェイとなっているのに気づいただろうか。このゲーム機には3つのモデルがあり、我々が手に入れたのは、シアーズがライセンスを取得して生産したもの。こちらだけがピンボールブレイクアウェイという名前で発売されているよ。シアーズとの関係は以前のホームポンで紹介したが、こちらはアタリ2600が発売される前の、家庭用ゲーム機として後期の作品だぜ。76年から77年まで様々なモデルが出たんだけど、77年にはアタリ2600が登場したので、主役の座を奪われた感じだね。さてこちらのゲーム機を語る上で、やっぱり避けて通れないのが、こちらのブレイクアウトだろう。これが冒頭で述べた世界初のブロック崩し。こちらの原型となったのは、74年に稼働開始された、ラムテックのクリーンスイープと言われている。こちらはブロック崩しと似たようなシステムなんだけど、ブロックの代わりにドットが配置されている。ボールがドットに当たっても反射はせず、そのままドットを消しながら、直進するようになっているぜ。さてあたりの創業者である、ノーラン・ブッシュネルは、ポンクローンに対抗するため、一人用のゲームを開発しようとしていた。おそらくクリーンスイープを参考にしつつ、ブロックを破壊していくという、コンセプトを固めると、ポン製作のエンジニアであった、アルコーンをプロジェクトマネージャーに任命した。アルコーンはサイアンエンジニアリングと共同で、開発を進めていったそうだ。ちなみにこちらの会社はアタリの子会社で、後にアタリ2600を開発するぜ。さて開発は順調に進み試作機を作ることになったんだけど、その開発者として白羽の矢が立ったのが、あのスティーブ・ジョブズ。ブッシュネルはコスト削減のため、このゲームに使用するチップの量を、どうしても減らしたかった。しかしジョブズにはその能力がないともわかっていた。ではなぜ彼がジョブズに任せたかなんだが、いくつかの要因があるようだ。まず第一にこちらのゲームが、パドルとボールを利用した、ポンとあまり大差ないゲームだった点。あたりのクリエイターは、アーケードゲームの主流がポンから、移り変わっているのを感じていた。そのため誰もこの仕事をやりたがらず、ジョブズ以外に名乗り出る者がいなかったそうだ。そしておそらく最もブッシュネルの判断に影響を与えたのが、スティーブ・ボズニアックの存在だろう。彼はアップルの共同創業者であり、天才エンジニア。彼は以前にチップの数を減らした、ポンを作成しており、ブッシュネル氏はそのことを知っていたのだそうだ。ボズニアックの協力を得ると、ジョブズはブッシュネルに告げたそうだ。当時ボズニアックは、ヒューレット・パッカード社に勤めていたんだが、チップを減らせたら特別報酬が出るから、二人で山分けしようと、ジョブズに誘われることになる。50チップ以下に減らせたら750ドル。納期はたったの4日。しかしボズニアックは日中の仕事をこなしつつ、4日間徹夜して納期に間に合わせたそうだ。結果としてチップの数は44個にまで削減。見事条件をクリアしたわけなんだが、彼らの設計は結局採用されなかったぜ。というのも複雑すぎて、あたりでは製造できなかったんだよね。天才ゆえの弊害が出てしまったようだな。結局あたりが自社で設計することになり、約100個のチップを使用することになったそうだ。し
かし彼は報酬の350ドルを受け取れることになるんだが、実はここにも悲劇が潜んでいる。なんとこの報酬。ジョブズにピンハネされていたんだよね。実は結局5000ドルの報酬が支払われたそうなんだが、ウォズニアックには知らせなかったらしい。ウォズニアック本人は長いこと、700ドルが報酬で、その半分の350ドルを受け取ったと思っていたそうだ。まあ25セントでも引き受けていただろうとのことなので、根っからの技術屋って感じの人なんだろうな。まあそんな紆余曲折を経て、1976年5月13日に稼働開始。日米ともにヒットを記録し、両国でその年の売上ランク上位に食い込んだぜ。となると当然家庭機に移植される。ということでピンボールと組み合わせた、ゲーム機として1977年に発売されることになるぜ。ただピンボール部分に関しては、アーケードからの移植ではなく、このゲーム機のために開発されたのだと思われる。実はビデオピンボールというアーケードゲームが、78年に稼働しているぜ。こちらはピンボールをリアルに再現したもので、本作とは大きく異なるよ。ピンボールに関しては、順序が逆になった形だな。とまあ前置きが長くなったけど、実機の方を見ていくとしよう。さてこちらの本体で説明すべきは、左右についているこのボタンだろう。こちらはピンボールのフリッパー用になっており、押し込むことで動作するよ。またこちらのノブはパドル用になっており、ブロック崩しなどで使用されるぜ。そしてこちらが裏側なんだけど、単2が6本で起動することができる。また肩の部分には RF ケーブルと電源ジャックがあり、こちらの AC アダプターでも給電することができる。まあ今回手に入れたのは割れてて、使うことはできないんだけどね。とまあここまで説明が長くなってしまったが、ここからは実機で遊んでいくぜ。さて電源を入れて最初にするのは、セレクトボタンでのゲーム選択。こちらには全7種類のゲームがあるので、まずはそれを選んでいくぜ。その次に難易度選択。オプションボタンで4つの難易度が選択できるぜ。あとはリセットを押して決定し、サーブボタンでゲームスタート。まず最初のゲームはピンボール1。こちらは見たままピンボールだね。本体左右のボタンを押すことで、フリッパーが動作しボールを打ち返すぜ。左右に配置された小さなブロックは、複数回ヒットさせることで消すことができる。そしてすべて消した状態で、上の4つのバーの色を揃えると、ブロックが復活するようになっているぜ。中央の巨大なブロックは、内部の壁で跳ね返ってくるので、ちょっと特殊な挙動をするよ。ここが一番失敗しやすいポイントだな。あとはここに表示されている残機が尽きるまで、ゲームは続いていくよ。そしてこちらの難易度選択なんだが、どのゲームでも基本的には同じ。難易度に合わせて残機が減り、フリッパーの挙動が変わったり、パドルのサイズが縮小されたりするよ。現在の映像が難易度2で。こちらが難易度3。ここでは左右のフリッパーが、同時に上がらなくなっているため、難易度の底上げが図られているよ。そして残機が尽きた時、特に演出などはなく普通に停止するぜ。ちなみに音声なんだけど、テレビからは出てこず本体からのみ聞こえるよ。これはポンと同じだな。お次のゲームはピンパドル1。こちらはフリッパーをパドルに置き換えただけのゲーム。こうなるとブロック崩しに近くなるね。各ブロックやバーの挙動は先ほどと全く同じ。ただちょっと違うのが、難易度を上げた時と、左右の6個のブロックが復活した時に、パドルのサイズが半分に縮小するところ。まあこれが結構難しいぜ。
お次はピンボール2。こちらも基本的なルールは1と同じ。一番下の縦長のブロックたちは、複数回ヒットすることで消滅する。こちらも全て消滅した後復活するんだが、そのためには中央のフープに上からボールを通過させないといけない。通常時では上からボールを通すと800点、下からボールを通すと200点と、難易度に合わせて点数が決まっている。これを狙って上から通すのはかなり難しい。我々の腕では狙うというより偶然に任せるしかないね。まあ我々に腕はないんだけどな。お次はピンパドル2。まあこれに関してはもう説明の必要もないよな。難易度を上げるともちろんパドルが縮小する。これもピンボールとの違いはそこだけだな。お次はバスケットボール。こちらはパドルを操作してドリブルし、フリッパーを操作するボタンでシュート。それをゴールに入れるというゲームになっている。シュートの間に最低2回のドリブルを挟まなければならず、またどちらにボールが飛ぶかはパドルの部位で決まる。一度ゴールが決まるとポストの位置が変わるよ。各色のバーを通過するとそれぞれ2点もらえる。1回のシュートで最大6点がもらえるようになっているよ。スリーポイントなんて目じゃないな。お次はブレイクアウェイ。こちらは本気の名前となっているゲームだが、まあ詰まるところ真ん中の段を抜かした、ブロック崩しとなっている。こちらのパドルは4つに分割されており、当たった箇所によって跳ね返る方向が決まる。また4回ごとにパターンが変わり、速度や反射角度が移り変わっていくぜ。そして赤いブロックに当たると、一気にボールが加速され、反射のパターンも変わるようだ。さらにボールが最上部の壁に激突したとき、パドルのサイズは半分になる。ただこれは失敗したときにはリセットされるぜ。こちらはブロックの間に隙間があるから、一気に破壊できて楽しいゲームだね。さて最後のゲームはブレイクアウト。こちらがアーケード版を再現した、正統派ブロック崩しだね。パドルの反射パターンなどは、ブレイクアウェイと全く同じなんだが、緑の列の上段にボールが到達したとき、一気に加速するようになっているぜ。そのためブレイクアウェイよりも上級者向けだね。さてこのようなブロック崩しであるが、76年にタイトーがライセンス生産を開始している。タイトーはアップライト筐体に加え、独自のテーブル筐体も作成。これが喫茶店との相性が良く、次第に大きなゲーム市場となっていくぜ。そして日本では任天堂、コナミ、バンプレストなどなど、名だたるメーカーがクローンゲームを発売。ブロック崩し人気は高まるんだが、あまりに多くのメーカーが参入したことで、飽和状態になってしまった。結局ブームはすぐに過ぎ去ったんだけど、こうしたビデオゲームの広がりは、後のスペースインベーダー大流行の下敷きとなったそうだ。ということで、一通り紹介も済んだので、一旦戻ろうか。さてさて今回はピンボールとブロック崩しの夢の共演ということで、ビデオピンボールを紹介してきたんだけどいかがだったかな？まあブロック崩しに関しては、多くの人がどこかしらで一度は遊んだことがあるのではないだろうか。それだけ普遍的な面白さがあるってことだね。なんというかソリティアとかマインスイーパーとかみたいに、ひたすら時間を潰すのに最適なゲームだよな。この後あたり2600でも、発売されることになるんだけど、当然そちらでもヒット作となる。今だったら Google でブレイクアウトを調べると、無料で遊べてしまう。一度遊んで損はない作品なので、みんなもぜひプレイしてみてね。それでは本日はそろそろ閉館。またのご来場をお待ちしております。